充電させてなかった。危ない。おかえり。みんなおかえり。こんばんは。でねでねってさっきの続きなんですけど、ちょっと皆さんに、あ、今ちなみに明日のタイムスケジュール1番とりあえず決めたんです。1番、7時から7時半まで。で、ちょっと私のあ、待って、超懐かしいのが出てきた。なんかめっちゃ前にさ、これ多分鈴木強化計画で書いたやつ。こんばんは。でね、待って、紙次はこっちに行く。でね、私がちょっと合ってるかどうかを皆さんにちょっと確認してもらいたいんですよ。7時から7時半まで。おかえり、ただいま、こんばんは。とくふみさん、はじめまして、はじめまして。イベント中です、よろしくお願いします。ね、ちょっと図を描いて一回自分の頭を整理させたいんですよ。7時から7時30分。ですね、ちょっと待ってね。紙に入らない。ちょっと、
ちょっと合ってるか確認してほしいんですけど、私明日7時から7時半までやるじゃないですか、配信ね。で、まあ5時15分まで配信の30分間配信の1時間45分前までに、だから5時15分までに星を、満タンにしておく。星を満タンにするっていうのは、星を99個10個の星を5色もらってもらってもらって、もらってもらってもらって、あ、までに、までにもらってもらって、満タンにする。99個満タンにするで合ってますか？それを満タンにします。あ、99個が5色星満、それが星満タン、各星99にするっていうわけですよね。はい、そしてします。はい、します。そして6時15分7時に配信する45分前に捨て星をする。誰かの配信を見に行き、星捨て星をする。捨て星で、捨て星は、この捨て星でさ、捨て星って5個もらえるんですか？星が。それぞれ。それぞれ多分5個もらえるから、10個、そう、10個、あ、昔は5だったけど今は10、あ、そうなんだ。じゃあ10個が5色もらえるけど、でも星は満タンだから数は増えませんよっていうことですよね。これを捨て星っていうですよね。で、星は1時間に星10個5色をもらうが99個持ってるので溢れちゃう。だから捨て星。あ、これもう理解しました。はい。で、星は1時間に1回しか満タンにできない。星は1時間に1回しか満タンにすることができませんよね。よね。待って、今そのタイミングじゃない、今説明するの。そうで、そう、まあちょっと今のはちょっと置いといて、そう、捨て星でね、誰かのところに行くのですよ。で、星をまあ増えないけどもらえます。そしたら、この
45分間は他の誰のルームにも行ってはなりません、行ってはいけませんですよね。行ってはいけません。はい。で7時になったら星を投げます。星を10連で投げます。なんか10連で投げたらいいって書いてあったから投げます。そしたら待って、ここ15分7時、10秒か10秒以内、あ、これ配信が始まったら急いで10ずつ投げる。10個5色を急いで投げる。私の配信が始まったら30秒以内に10個の5色の、あ、じゃあ、ちょっと一回落ち着いて。配信が始まったら30秒以内に10×5色とかっていうのがね、ちょっとね、私的には分かりにくいんですよ。ちょっとだから5色のだから、それぞれ5色それぞれ10個ずつ投げますってことですよね。5色の星を10ずつ投げる。それだ、それが言いたかった。それぞれ10ずつ投げるんですよね。そしたらまあ89個それぞれ残りますよね。多分89個残る。はい。そしたらこの辺で私の視聴ボーナスが、もらえるっていうことなんですよね。それが10個もらえるから、また99にこの辺で増えるということですね。待って、ここで30秒以内に、ちょっと待って、なんかね、書いとかないと分かんなくない。30秒以内に5色の っていうことですよね。30秒以内に5色の星それぞれ10個投げる。そして30秒経ったら、視聴ボーナスで10個もらえるから、また99に戻ります。
そしたらまた、え、また投げるの？もらったら、視聴ボーナスをもらったら、視聴ボーナスをもらったらまた投げますか？全部投げます？え、99に増えました、視聴ボーナスもらって99に増えました、そしたらその後もう全部投げる、もう全部投げる、そしたらもうその後すぐにもう全部投げる、そこから各色99次々に投げていく、次々に投げていく、そうです、次々と99個投げていきます。それってちなみにさ、99個もらった、違う、視聴ボーナスで10個もらって99たまるじゃないですか、その後すぐに投げていいんだよね、これって。あ、そっか、え、すぐに投げていいんだよね。すぐに投げていいんだよね。はい、どんどん投げる、もうどんどこ投げる、そうです、どんぶらこと投げる、そうですすぐ投げる。はい、そしたら投げます、ここでも10個投げる、そしたら、え、ちょっと待ってね、ちょっとメモしますね。したら、すぐ投げる、はい、そしたらちょっと分かりづらいかもしれない、ちょっと今メモ的な感じで書いたんで、はい、そしたら、またここで星集めに行くんですよね。ここで星集めにまた出かけます。で、1時間経ってるから、ん、2周目に出かけるという、ここで、え、これってもう1時間もう解除されてますよね、もうされてるんだよね、だってこれまでに、あ、されてるか、全然いけるんですよね、まだ全然いけますね。ここで2周目に出かける、星集めにここで出かけるっていう、え、投げ終わったらまだ、はい、これここで2周目出かける、星集めに旅に出かける。で、ここでこれって満タンまで集めちゃいけないの？星。この2周目。満タンまで集めていいんですか？
あれなんて言ってたっけ。満タンにならないって、満タンに、待って、ちょっと私ここだここだここだ、ここがちょっとあれかも、ここ今つまずきポイントかもしれない。2週目は80までしかもらえない。1週目全部投げた人、捨てた分がある、2週目は捨てた分があるから満タンにならないから気にしないでいい。捨て干し分、あ、ここで捨て干ししてるから満タンにはならない。あ、私は気にしなくていいレベル。あ、そうなんですか。気にしなくていいんだって。だからとりあえず、あちょっともう静かにしてもう私はね理解したいんだよ本当に。でそしてですねすぐさどこまで行ったか忘れちゃうこれで、あ、本当にどこまで行ったか分かんなくなっちゃった。あ、じゃあ気にしなくていいっていう、とりあえずここは星を集めれるだけ集めていいよっていうことですか。ここはもうとりあえず、とりあえず全部投げてここでしたらもう気にせず星集め行きましょうっていう感じですかね。ってことで大丈夫ですか。とりあえずちょっとまあここは星を集めて気にせず集めていいよっていう、なんかその制限はないんですかこれやつ。あ、わかりました、わかりました。じゃあここでまあ全部とりあえず星集めに行きます。星集めに行って7時15分までに全部投げるんだよね。集めて、ここで集めて7時15分までに、全部投げちゃいます。集めて投げちゃいます。投げちゃいます、星をね。で7時15分になったら7時15分になったら1時間、星は1時間に1回しか満タンにできないので、この1時間分の6時15分から7時15分までの1時間分がもう空いたので、こっからまた星は集められるから7時15分になったらまた星集めを
しに行くっていうことですよね。っていうことで OK ですか。これで腰を3回投げたことになる。15分が来たら星回収が可能になるから、これで3周。おー合ってる。配信終了までに3周目集めて投げる投げる。で、空いた時間にカウントをしていただくと。だいたいこう星集めの時間5分ぐらいかかるだよね。なので、まあ、空いてる時間にカウントをするっていう感じで良いですか？ちょっと頭の中整理できたかもしれない。なぜ捨て文字しないといけないのかを理解できれば大丈夫。なるほど、それは理解しました。あ、待って、え、ちょっと待ってくださいよ。え、でここで星集めして、いや7時15分解除になりました。7時15分に、え、待って、ちょっと分かってきたかもしれない。待って、嬉しい嬉しい。いや、なんかマネージャーさんが言ってたのが、3周するには1時間か、次の配信まで1時間ぐらい間隔を空けないといけないっていうことを言ってて、やってて、そうやって言ってて、で今ちょっと分かったかもしれない。あの7時15分に解除されました。でここでもう星を全部集めちゃってるから、まあ集めちゃってるので、8時15分まではもう8時16分が解除時間。え、これってなんで8時、な、え、なんでさ8時16分なの。8時16分なんですか。え、そのさ1分のあれ何なんですか。8時15分、8時15分だよね。8時15分にまで、だからとりあえず配信はやってはいけません、やってはいけません。ここ8時15分、バツバツバツで、ここがまあ45分で、回収の
時間があるから星集めの回収の満タンにする時間があるから それを含めて1時間は間隔を空けた方がいいっていうことだよね。ということで合ってますか？合ってます。 5分、あ、5分じゃない、1時間、あ、ちょっとズレがある、60秒のブレが。合ってる。あー、やったー。ちょっとこれでもう分かりましたね。だいぶ理解はできました。こんばんは。16分、ブレが生じる、秒単位のズレがある。あ、じゃあ1分を追加した方がいいっていうことなんですか、これって。1時15分は6、てか全体的に1分ずらした方がいいってことですか。じゃあ全部なんかぴったりの時間っていうよりかは1分ずらした方が安全ってこと？ってことで OK ですか。その方が何事も安全ってこと？1分ずらした方が。なるほど、なるほど、なるほど。今夜も21時22時1分22の方が良かったかも。なるほど。そう、なんかラグ的なものですか？ラグ的な問題か。これはもしかして今の時代によくあるラグ的な問題の発生があるんですね。大幅にずらしていいよ。待って、何をずらしたらいいんだっけ。ラグっていうか秒単位。1分ずらすと安心。まあ そこはあんまりちょっと深く考えなくて、とりあえず1分ずらすっていうことを覚えておいたらいいですか。あんまりちょっと深く考えすぎると、なんかね、ちょっとね、頭がねおかしくなってしまいそうなんですよ今。だから深く考えずに、まあ、配信時間はぴったりじゃなくて、22時の何秒に配信開始したか分かってないよね。あ、そういうことか。え、そんなに厳しいの。え待って、22時の
22時時間のズレを1分で吸収、時間のズレを1分で回収、時間のズレを1分で回収、待って、分かりたい、時間のズレを1分で回収、回収、あ、分かった、分かりました。だから、でもさ、21時は00秒と59秒まである。配信の自分の配信開始時間がだからぴったりには始めないからってことですよね。私が例えば7時に明日配信始めるので、7時ぴったりに始めるわけではないから、なんかその後のがなんか全部狂っちゃうよってことですよね。だからとりあえずちょっと1分追加しとこうみたいなそういう感じですかね。だから7時15分まあちょっと何がこれ7時何があれになってしまう、11時40に開始した、次は22時45に開始するの難しい。7時40は数字難しい、数字わからん、数字苦手。7時、ね、ここさそんな詰めるところなのか、いやでもちょっと分かりたいんですよ、もうどうしても分かりたい、私のこのちょっとどうしても分かりたいっていうこのちょっとプライドみたいなものが今出てきている。なんか算数みたいですねこれこの図を書いて、7時まあとりあえずいろいろ狂ってしまうんだ、ぴったりにしすぎてしまうと。すべてがぴったりにはいかないよ、時間なんてっていうことですよね。だから余裕で1分ちょっと追加しとこう。でもそしたらさ31分になるじゃないですか、配信時間が。そしたらさなんかめっちゃ変な時間になり、なるってこと？配信のスケジュールが。大事なのはそこじゃないか、それで良い、了解ですじゃあぐっちゃになるんだ配信時間が。もうごっちゃになるんだ。
や、そうなんですよ。なんかみんな結構ね、すごいぴったりではないから、秒単位できっちり1時間経たないと枠が切り替わらない。厳しいね。そっか、ヨータさん、はじめまして、ありがとうございます。今ちょっとね、勉強してる。ありがとう、みんな本当に教えてくれて。131で30分間？え？でも30分間だったらダメなんでしょ？だってさ、30分間だったらぴったりじゃん。ぴったりがダメなんでしょ？え？どういうこと？どういうこと？だってさ、ぴったりが30分っていうぴったりが、っていうぴったりが、え？ 30 分？待って、分かんなくなってきた。配信開始時間が重要。なんか喉がなんかスースーしてきた。こんばんは。ねえ、ちょっとタイムテーブルの通りに配信をしてくれればそれでいいよ。え、本当に？でもさ、なんかさ、私が分かってないのにさ、なんかそんな皆さんになんかやってもらうのってどうなんですか？いいの？皆さん分かってるなら大丈夫だと思うけど。何分配信するか。さっきの30、さっきの30分間、1分30、難しい。ネモさん、ありがとう、はじめまして。やりながら理解できるかな。ネット検索、いや、ネットもねめっちゃ見たんですよ。なんかマネージャーさんが送ってくれたやつに、なんか説明のやつも見たし、そのネットのなんか貼り付けされたやつも見たし、なんか3つ貼ったやつ全部見たし、 YouTube も全部見たんですよ。だけどさ、難しいの。やっていったら分かります？これって本当に分かるものですか？これだからどうしても分かんないから、皆さんに聞こうって思ってちょっと理解しながら、でこれできますかね。
できるものでしょうか。まあでもとりあえずタイムテーブルを間違えなければいいですかね。だいぶ理解度上がった。少しは。とりあえずタイムスケジュール、そして配信の間隔を1時間ほど空けるっていうのをちゃんとできてたら大丈夫ですかね。髪の毛ボサボサ。わかりました。ありがとうございます。じゃあ明日の7時からの配信って31分にした方がいいですか？腰投げ20。待って、21時に始めたらいつ終わっても次の配信開始時間は22時1分以降。22時1分以降。いつ終わっても？それはなんで？あ、やばい。こんばんは。まあでも7時、普通にこれは30分で、30分に刻まなくても前の配信から1時間5分後の計算でもいいのでは。確かにそういうことか。1時間5分後にしたらいいってこと？そういうこと？1分にしなくてもいいっていう、1分のズレじゃなくてもいいということでしょうか。え、待って、さっきはどこ書いたっけ。最低が1分なだけ。なるほど。じゃあ5分にしたらいいの？じゃあ5分にしちゃうよ。ではとりあえず1時間5分にしたらいいですよ。次の間隔まで。そもそもそんなに時間刻んでやるつもりなの？わかんない。え、1分にしましょう。1分がいいか。
そうだね。じゃあ1分でいきますか。でもなんかその遅くなっていくだけです。なんかあれならそのなんかちょっとデメリット的な、デメリットまではいかないけどちょっとデメリット的な感じがあるなら1分にしましょう。効率を考えたらその方がいいって。配信を置いて次の配信をすぐにする。あ、え、待って待って、あ、もう私は頭がもうオーバーしております。オーバーだ、鈴木オーバー、鈴木の頭オーバーヒート。大幅に開けていい。え、そうか。そうか。なるほど。理解しました。そっか、続けて配信するならっていう話か。だから1時間後に配信、連続配信の時だけ。わかりました。別に2時間後でもいい。確かに。あー、そういうことか。うー、よし、じゃあ待って、とりあえず待って、もうこんな時間だよ。あれってことですよね。だから間隔を空けるならば全部30分配信でいいってことですよね。そういうこと？そういうことですか。で続けて配信をやるって時はなんか1分ずらすみたいな感じですか。おや、合ってる。そういうことですか。続けてやる時は1分ずらして31分とかになるよみたいな感じで、30分わかんないけど31分とか29分とかなんかそんな感じってことでしょうか。まずは大抵を決めよう。まあそうですね。じゃあまあ30分で大丈夫ってことで、ごめん、本当にごめん。皆さんちょっと付き合ってもらって、
ありがとうございますね、本当にすいません。ランキング読むか、やばい、明日のやつ決めなきゃ。よし、でもだいぶ理解はできたから次で決めましょう。ちょっと13位ポイカツさんありがとうございます。12位カークさんありがとうございます。11位トッシーナさんありがとうございます。10位ヒロッチさんありがとうございます。9位エイヒロさんありがとうございます。8位ポムさんありがとうございます。7位ミキミキさんありがとうございます。6位ワタルさんありがとうございます。5位お金持ち先生ありがとうございます。4位ノリオスさんありがとうございます。3位まことくんありがとうございます。2位タノベッチさんありがとうございます。1位はあ、ちょっと不発、まきまきさんありがとうございます。ありがとう。やっぱちょっとあと2時間あるよって言ってたけど結局大丈夫ってちょっと不安になってるっていうありがとう。じゃあまた23時に終わってまたあれしますね。また配信つけます。次は1分からで大丈夫？バイバイ。じゃあ1分から始めます。